はい、皆さんこんばんは、ルシファーです。皆さんこんばんは、デニーです。ということでね、ルシファーがお送りする地球防衛軍5、前回の続きからということでね、はい、今回第9話、対侵略生物3、はい、3なんか3なんか分かんないけど、まあまあサクッと超えていこうじゃないですかというところでございます。いや、もう本当サクッと超えていける。ちょっと なんでお前ら前いんの、前いんの、前いんの、前邪魔だて。よっ、だから俺の前に立つんじゃねえバカ野郎。死にてえのかなあ。本当だよ、なんで銃撃ってるやつの前に歩いて出ようとするんだよ。じゃあお前任せるから、あとよろしくね。ちゃんとやってくれる。痛い。一緒に行きやがった。後ろから撃つのはやめてもらっていいですか。あの前に出たならまだしも、そうですよ、あの止まって撃ってるやつのケツを撃つのはやめてもらっていいですか。よいしょ。いや、こっちの方にいるっぽいんだけどね。俺の隣におるのか、どこへ。はい。なんかすげえ飛び回ってうぜえ。なあ。ちょろちょろしないでくれる？しましたね。痛いってだから。ごめんごめん、申し訳ない申し訳ない。あいつらが死ぬのはいいけど、多分俺死んだら困るよ。大丈夫。よいしょ。もうなんか見えないんだよね。なあ。混じられると嫌いなんだよ。で、糸もすっと消えてほしいのよ。なんでそんな長時間残る仕組みなの。なあ、長いよな、銀ちゃん。いや、だから、なんか自分がダメージ食らってんのか食らってないのか分かんないのよ。よいしょ。やりましたと。はい。まあ、アーマーが一番大事っていうね。そうです。今後ね。まだ続くから。さーてと。この看板壊れないんだ。お前ら。味方は？死にました。誰一人いないの？はい、死にました。全員離脱しました。なるほどね。そんな役にも出しやしね。で、そのとこいないでしょ、まだ。やばらんけど飛んでくるかなと思って。持ち帰ると奥でしょう。で、炙り出していく。戦いやすい場所に呼んでいく。広いとこね、できるだけ広いとこ。そう狭いところの中でやるともう不利だから。見えた。あ、正面出てきてるね。
もう街路樹とか邪魔なんだよ、こんな時に。エコじゃないよ、もう。そうですよ、生きるか死ぬかの時にエコなんて言ってらんないのよ。よし、ああやられた、ごめん。上からやられた。ちょっと前に出すぎた、今回は。あ、いいよ。まあまあばらけて戦ったらそんなに辛くないでしょう。まあまあ下がりながらね、そうそうそう、しっかり普通に戦ったら大丈夫よ。だね、もっときついステージ行ってるから、こっちも。上に登ってます。そこからじゃあ狙えないとこにいます。 OK です。よいしょ、補給補給。私はすごい格好で死んでます。どんな格好？ああ、土下座。手に力がね、入ってない。土下寝だね。土下寝ですか。気持ちにブレイザーの補充をしておかないと。そうね、まだ結構いるからね、見た感じ数で言うと。回復は取らないようにボスにあげよう。ちょっとね、今回前出すぎたね、久しぶりだったんでね。はい、あ、ありがとうございます。で、私のにちょっとダンディ理髪店でちょっとセットしてもらっていいですか。この野郎、セットしろよ。ダンディ理髪店、ダンディにしてくれよ。ダンディにはできません。なんでそのお前の裁量みたいな感じで言うんだ、バカ野郎。さあ、ボス行きましょう。俺がさらちにしてやるよ。めっちゃ動いてきてるじゃん。なんか当たったんやろ、バラバラに。もうバラけてる方がいいけどね、あまり塊で来られるとしんどいよね、倒すんが。そうなんだよね。まあなんだかんだ銀ちゃん硬いんでね。そうなんだよ。いや、本当にね、本当に硬いのよ。もう鬱陶しいな。ブレイザーなめんな。困った時のブレイザーですよ。なんか痛い。何でかい子、でかい子いる、でかい子いる、でかい子いる。集中砲火、集中砲火。してる。はい、いった。はいよ。危ねえぞ、玉切れだ。危ねえ。何よ、でかくなければそんな大したことないのよ。あと一体かな、あと一体。なんかえらく離れたとこにいるね。多分引っかかってるんやろ。そういうトラブルに見舞われるのやめてもらいたいわ。
こういう時は意味なのにね。まあなあ。まあまあ。まあ、音はする。私なんか拳銃か手銃かわかんないけど登ってます。どこ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 。はい、さようなら。ああ、これこれ以上登れねえ。このこの階段使えねえ。ってことでね、まあまあここは問題ないっすか。まあここは問題ないんですよ。まあこんな感じで、はーい、まあまあね、普段使ってないやつの武器のレベルが上がったと。対エイリアン2はどうしときます。まあ一応いきましょうか。ではこれぐらいで終わりにしてあげましょう。まあまあエイリアン2でね、もう地下は多分生きる自信ないんで。うん、地下はね、ようトレーニングなんだよね。そうなんです。よいしょ、ピーッと。セミがね、そっちで撃つんだったら私は普通の方で撃ってもいいかなって感じかな。あー、これ来てるやつだね。いますね。フルアーマー1体と普通のカーズが2体ってとこかかな。レイさん、フルアーマー頼むよ。はいはいはい。うち、なんかめっちゃ撃たれる。赤が来てる、赤が来てる。赤買わず3か4。いやいや、腕飛んできて怖っ。まあこれぐらいだったらどうってことはない。まあまあね、まあまあそんなこと言ってもね、言ってもよ、これぐらいなんでお前俺の前に来んだよバカ野郎。あ、フラワー来ましたね。また撃ってますね。撃ってます、撃ってます。なんか後ろ回りしながらなんかします。死にました。はいよ。でも死にましていいんですか。私の周りの仲間も死にそうです。死んじゃうんじゃないですか。まあね、自分で当たりに行ってんで知らないんですけど。あー、出た出た出た。これはまずい。これはもうボンブレイザーだ。もうブレイザーだ。これブレイザーですね。うん、ブレイザーで一気に一気に決めないと後が辛いんで、一気に決めていきます。そうそうそう、こんな感じでね。もう一気にブレイザー、もう一気にブレイザー。ブレイザー終わったらもう通常弾で。そう、おー、危ない。いっていって、なんか合わせ技みたいになった今。合わせ技？うん、避けたのに合わせ技みたいなのに食らった。危ねえ。てめえ何やってんのバカ野郎。いって、ちょ側面から援護しています。ちょっと側面から援護しています。危ないよこの家電粒子砲野郎。危ないね。うっちゃ泣きてますね。やばい。側面から援護してます。うっちゃ、見えないとこから撃たれた。ごめんゼニー。おい増援来てるぞ。でもちゃんと やるはやった。こいつと相打ちになった。バワヤロ、必ず殺せ。殺してるよ。相打ちにはなってけど殺してる、ちゃんと。
セット商品みたいになっちゃったけど。いや、すげえ家電粒子を飛んできてる。なあ、なんとかしてください。うわ、ダメ、家電粒子砲バンバン来るけど、ちょっとブレイザー今リロード入りました。はーい、ふっ、あ、リロード OK です。はーい、投げ払っていきます。はいよ。ちょっとね、これ遠いんでね、ちょっと見えませんね、お前か。いや、もうなんかみんなが家電粒子を打ってんだよね。ねえ、お前か、見えた。なんか家電粒子を打ってるやつ皆殺しにしてるんですけど、はい、あと1体かな。全部死んだ、全部死んだ。はい、私がやりました。ちょっと取れない。あー、惜しい。あー、まあ、KFF がレベルが上がったってとこですかね。うん、まあまあまあ、なんか微妙だな。まあまあまあ、ただリロード2秒だからね。まあ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 、攻撃力じゃ攻撃力。まあまあ、今回この辺ですかね。そうですな。もう次は地下やからな。ちょっとね、地底がね、これが怪しい。1行けても2は無理やわ、今んとこ。まあまあ、最悪ね、対エイリアン3。そうやな。からちょっと始めて、ここは最後に回す可能性がある。そうや、いや、持ち越しで。回すというか、もう、なかったことに。一応ね、最善は尽くしていくんですけどね。いや、もうなんかハーデストでも2位クリアできんもんな。ちょっとね、2位だけは本当にマジで攻略方法が分かんないんで、抜き方が分かんないんで、だからそれも踏まえてね、頑張ってやっていきたいなと思います。はい、はい、ってことでね、今回の動画少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、お願いします。あとですね、ゼニーがやっておりますアンチャーテッド逆転裁判、はい、で私の方がね、別タイトルでやっておりますファイナルファンタジー7リバース、はい、で戦国無双5、はい、こちらの方もぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ってことでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。続くよ EDF。